切なものを守れるのは、いつだって何かを選べる人なのかもしれない。忘却の城で眠りについた空に出会ったリクは、自らの闇に立ち向かうことを決意した。あなたの心には闇があって、そこにアンセムが宿ってる。リク、選んで。心の鍵なんていらない。俺はアンセムと戦う。僕も信じてる。君は絶対に負けないってね。私の闇に沈め。リクはその心に闇を抱えながら、光に向かって歩む道を選んだ。光への道か、闇への道か。どっちでもないな。光と闇の中間だ。闇夜に続く黄昏の道か。そうじゃない、夜明けの道さ。空の眠りを守るリクは、偽りのキーブレードを持つシオンと出会い。あなたこそなぜ帰還を装うの？親友の眠りを邪魔させないためだ。お前が何者かは知らないが、所詮偽りでは俺には勝てない。13機関の狙いが、ロクサスとシオンを使って空の記憶から力を奪うことだと知った。空の記憶が空のノーバディから外側に流れ出してる。彼女にどんどん空の記憶が吸収されているの。今空は記憶のかけらをつなぎ合わせるために眠っている。でもそのかけらが私に流れ込んできている。だから空は目覚めない。ああ、その通りだ。リクは空を守るために避けられない戦いを覚悟し、俺はこれから機関のメンバーと戦わなければならない。負けてしまうかもしれないし、もしかしたら闇に飲み込まれてしまうかもしれない。シオンも自分の帰るべき場所を選んだ。私は空のところに、自分が帰るべき場所に帰るだけ。リクとロクサスは互いの大切なものを取り戻すため激突する。なぜ邪魔をする？お前が空の記憶に連なるものだからだ。キングダムハーツを解放する。そして全てを元に戻せ。そうすればあいつもまた三人でいられるんだ。シオンか。もはやそのなしか思い出すことはできないが、今お前に無謀なことをさせるわけにはいかない。追い詰められたリクは闇の力を解放することを選ぶ。あれをやるしかないらしい。何？俺の心に宿る力、心の力で抑えた力。たとえ俺が俺でなくなっても。闇の力だ。大切な友を守る。リクはいつだってその道を選んで進んでたんだ。